どれにしよう。隠し味はっと。まずはあれかな。いや、それとも。まずはあれかな。いや、それとも。よし、始めよう。なるほど。
仕上げちゃおう。できた。私も少しはソフィーに近づけたかと思ったのですが、どうやらまた差をつけられてしまったようですね。あ、さあ急ぎますよソフィー。夢の核を直しに行かなければ。あ、待ってよプラフター。どこに行くんだ。ねえねえ、どこ行く、どこ行く。出発です。どこに向かう。護衛は任せてくれ。隅々までた。昔間近で落雷を見たことがある。二度と経験したくはないものだ。見てみろ、夢の核のひびが消えてる。やったやったー、ソフィーさん大成功だよ。おいおい大丈夫かよ。気が抜けちゃったみたいね。お疲れ様ソフィー。あなた本当にすごい子だわ。夢の核はこれでもう安心です。あとはグロールの件ですね。そうだった。何か分かったか、ブラフタに聞きに行こう。どこに向かいますか。よん、無事に夢の核は修復できたのですね。うん、傷一つない状態に戻せたよ。私たちも確認しましたが問題なさそうでした。そうですか、皆さんお疲れ様でした。我々は特に何もしていないのだがな。だね、一番頑張ったのはソフィーさんだし。そんな、私一人じゃあそこに行くこともできなかったし。ソフィー、こういう時は胸張って選ぶっとけよ。そうかな。それじゃあ私にかかれば当然だよ。調子に乗らないように。あなたはまだまだ未熟なのですからね。
しいお師匠様ね。それで厳しいお師匠様の方はどうなんですか？グロールについて何か分かりましたか？はい、捕獲したグロールを調べた結果、恐るべき生態について知ることができました。恐るべき生態？はい、以前ソフィーがズメイの体からグロールが出てきたと言っていましたね。調べた結果、グロールは魔物に取り付くことでその魔物を凶暴化させることが分かりました。ではズメイもグロールに取り付かれ凶暴化していたのでしょう。夢の核を攻撃したのもそのせいですね。凶暴化と夢の核を攻撃することに何か関係があるの？はい、実はグロールという生物は夢に引き寄せられる性質があることが分かりました。夢に引き寄せられるって、それヤバいんじゃない？この世界の人はみんな夢を叶えるために。あっ、まさか住民が無気力になってる原因って。はい、グロールに襲われたショックではなく、グロールに取り憑かれているせいです。そしてグロールにとって夢は餌なのです。夢の核を破壊しようとしたのは、破壊することで核内部に詰まっている夢を食べるためです。ですが夢の核の破壊は容易ではないため、捕食するには難易度が高い。それに比べてむき出しの状態である人間の夢は格好の餌なのでしょう。そんなひどいよ、私たちの夢が餌だなんて。長々、教えてくれ、取り憑かれた奴らはどうなっちまうんだ？わかりません。魔物と違い、人間は夢を持っているため、夢を持つ者を襲う必要がありません。なので凶暴化こそしませんが、じわじわと夢を食われ続けている状態になります。食い尽くされたら、もし夢を全部食われちまったら、そいつはどうなっちまうんだ？根を失った植物は二度と育ちません。夢も多分永遠に失われることでしょう。なんだよそれ。オリアス、俺は夢ってのがねえんだ。なのになんでかこの世界に来ちまった人間だ。そんな俺でも夢ってものがどれだけ大切なものかってのは分かってるつもりだ。夢ってのは絶対に怪我しちゃいけねえものなんだ。だってのに好き放題食い散らかすだなんて、クソ。大丈夫だよオリアス、ロイテールのみんなは頑張って夢を叶えるためにこの世界にいるんだよ。そんな人たちの夢が簡単に枯れるわけない。グロールなんかに食い切れる夢じゃないんだからね。悪い、ありがとうよアレット。それで現状を私たちができることは？有効な対処法がわからない以上、グロールが町へ侵入するのを阻むしかありません。ラミゼルさん、エルビーラのところに行ってみませんか？きっとすごく落ち込んでると思うから。そうね、行ってみましょう。プラフタはどうする？私は少し残ります。未来の私と相談したいことがあるので。わかった、じゃあまたアトリエで。
はい、エルヴィーラのことよろしくお願いします。夢の核が正常になったのを確認したわ。みんな本当にありがとう。本当なら私がどうにかしないといけないのに。エルヴィーラ、自分の作った世界でこんなことが起きるなんて、ごめんね。ほらほら、何度も言わせない。そんなに落ち込まないのね。二人とも、もうあっちの世界に帰った方がいいわ。エル？どうして突然？ずっと考えてたの。二人だけじゃない、ロイテールのみんなも帰らないと。この先また何かあったら。それにこの世界は。帰らないよ。ええ、そうね。帰れるわけないわ。どうして？だってこのままじゃみんなの夢が。だからよ。みんなの夢が、エルの夢が消えるかもしれない。そんな状態であっちに帰れると思う？最初は驚いたよ。けどここで過ごすうちに、この世界がすごく優しい世界だって気づいた。ラミゼルさんやプラフタ、アレットちゃんたちと出会って、この世界がどんどん好きになった。そんな世界を捨てて帰るなんてできるわけない。今は大変かもしれないけど、エルデビーゲはすごくいい世界だよ。みんなエルが作ったここが好きなのよ。だから帰れなんて言うもんじゃないわ。ソフィー、ラミー、絶対またみんなが笑顔になれるようにするから、約束するよ。うん、私にもできることがあったら言って。みんなのためにできることがあれば何でもするから。うん、ありがとう。何でもするから。みんなを助けられるなら絶対に。エルヴィーラ、大丈夫かな？きっと大丈夫よ。ほら見て。タイジュ、結構元気そうだね。確かこのタイジュって。ええ、エルの心とつながってるって前に話したわよね。前はずっと枯れてたのに、比べ物にならないくらい元気になってる。きっと大丈夫よ。今は落ち込んでるけど、すぐ元気になってくれるわ。うん、そうだよね。きっと元気になってくれるよね。あ、どうしたの？いやね、この前エルと話した時に言ってたんだけど、この大樹の結晶も夢の核らしいのよ。そうなの？じゃあグロールたちがロイテールを襲ったのは。ええ、もしかしたらこの夢の核を狙ってたのかもね。ラミゼルさん、私アトリエに戻るね。
なんとか夢の核やみんなを守れる方法を考えてみる。お願いね、ソフィー。何か力になれることがあったら言ってちょうだい。見事なものだ。どこに向かいますか？呪霊で言うとどれくらいなのだろうか。よし。おかえりなさい、ソフィー。あ、プロフト、もう帰ってたんだね。はい。エルヴィーラの様子はどうでした？やっぱりすごく気にしてたよ。でもすぐ元気になるってラミゼルさんが言ってたから大丈夫。それは良かった。プラフトたちは何を相談してたの？それはグロールの夢に惹かれる性質についてです。頭面に取り付いたグロールがそのせいで夢の核を攻撃したということは、他の場所の夢の核も狙われる可能性が高いと思いませんか？そうだね。私もそれを何とかしたくて急いで戻ってきたんだけど。大丈夫です。考えなら私たちにあります。え？未来の私が知恵を貸してくれたんです。きっとこの問題を解決するものを作ってみせます。わかった。お願いするね、プラフター。